北国新聞ニュースをお伝えします。アユ釣りが今月16日に解禁されるのを前に、金沢漁業協同組合は今日、再川で試し釣りを行い、生育が順調なことを確認しました。金沢市大久保町の再川では、今日金沢漁業協同組合の組合員10人がアユの試し釣りを行いました。 組合員たちは、とも釣りとけばり釣りによって、1時間でおよそ100匹のアを釣り上げました。体長はおおむね15センチから16センチと例年並みですが、18センチの大型も含まれ、順調に成長していました。金沢漁協は、西川や浅野川などでおよそ40万匹の稚魚を放流し、今月初旬には、 大側で水量調整を行ったことから、上流への訴状も順調に進んでいるということです。続いては土壌の話題です。土壌の採卵作業が加賀市にある石川県内水面水産センターでピークを迎えています。センターでは職員が今日。 体長15センチほどののメスから卵をを取り出し、し人工受精の作業を進めました。センターの計画では今月中旬までにおよそ300匹の土壌から卵を取り例年並みにおよそ20万匹の稚魚を育てる予定で8月までに県内の養殖業者およそ20社に稚魚1匹を3円で配ります。 石川県は飲食店や宿泊施設を対象に導入する。新型コロナ対策の認証制度の申請を。来週十四日から受け付ける方針を固めました。コロナ対策の認証制度で。県は飲食店に対し五十項目。宿泊施設に六十九項目の基準を設けます。これらの基準は。国の基準や。 業種別のガイドライン、先行する他県の基準をもとに決めました。具体的には、飛沫を防ぐアクリル板の設置、座席の間隔の確保、それに食事以外のマスク着用を呼びかけることなどです。県は、週明け14日から認証の申請受付を開始し、来月9日までを重点に施設側に申請を働きかけます。 認証を受けた施設は、感染が落ち着いた後に実施される飲食店の支援事業、GoToEat や県民限定の県内旅行割引事業に参加できます。金沢市湯河温泉のぼんぼり祭り実行委員会などが、祭りを始めてからの10年間を振り返る記念誌を作ることになりました。 湯沸くぼんぼり祭りは、湯沸く温泉をモデルにしたアニメ、花咲くいろはにちなんだイベントです。祭りはアニメが放映された後の2011年に始まり、7月の点灯式から10月の本祭まで毎晩ぼんぼりがともされます。祭りのスタートから10年間を振り返る記念誌は、実行委員会とアニメツーリズムを研究する 間の山研究学会が制作します記念誌には10年分の写真やグッズ書き下ろしのイラストなどが収録され地域おこしの原動力となった祭りを地元や研究者・アニメファンの視点から振り返る内容になっています記念誌の発売は8月中旬の予定で売上の5%が実行委員会に寄付されます ぼんぼり祭りは2年連続で延期が決まり実行委員会では寄付金を来年以降の祭りに役立てることにしています。金沢大学で昨日、高度モビリティ研究所の看板が除幕され関係者が自動運転技術が社会に広く使われるよう決意を新たにしました。 高度モビリティ研究所は、金沢大学が今年4月に自動運転技術の確立と社会実装を目指して自然科学2号館に開設しました研究所の玄関で行われたセレモニーでは金沢大学の山崎光悦学長、所長を務める和田隆副学長それに副所長の菅沼直樹教授が 看板の除幕をしましまた除幕式では山崎学長が「自動車だけでなく次世代型路面電車やドローンの自動化も見据えて技術を磨いていく」と挨拶し研究のリーダーを務める菅沼教授は「自動運転の研究分野はニーズが高いスピード感を持ち社会展開を図ると意欲を示しました。 金沢市志島小学校の育友会がスクールサポート隊の新たな隊員を募るためチラシを作り、校歌の世帯すべてに配ることにしました。志島小学校の育友会では、現在23人のメンバーが通学路にある交差点で、子どもたちを見守るスクールサポート隊の活動に参加しています。 ただ、そのほとんどは70歳を超え、育友会ではメンバーの負担を減らすとともに、交通安全の呼びかけも兼ねて新しい隊員を募ることにしました。育友会の会長とサポート隊の隊長を兼ねる中田昭秀さんは、昨日志島公民館で公民館の職員とともに、隊員の募集チラシを高架にある17の町会ごとに振り分けました。 募集の窓口は志島小学校でチラシには見守りの時間帯や応募に必要なことを書き込む欄を設けてありますこのチラシは回覧板を通じて高価のおよそ2300世帯すべてに配られます加賀市に住むギター奏者の男性が六ッ調の音楽で地元倉掛山のテーマソングを作りました 加賀市山中温泉上野町の大下敬吾さん、五十五歳は。敬吾の愛称で、ギター奏者として活動しています。大下さんが作ったテーマソングの歌詞には。倉掛山に通じる。西の谷、中野谷、殿尾といった。登山道の名前が織り込まれています。また。倉掛、倉掛と勢いよく連呼する部分もあり。六調のテンポ良い曲に仕上がりました。 テーマソングのボーカルは高校時代に同じバンドで活動した小松市の倉掛山を愛する会の吉村紀明会長が担当しました先月完成したテーマソングは倉掛山の登山環境を整えている3つの団体から公認ソングに了承され山頂からの眺めなどの映像とともに YouTube で公開されています。大下さんはコロナ禍でも 明るく口ずさみながら山登りを楽しんでほしいと話しています東京オリンピックの聖火リレーに変わるイベントの参加者が聖火トーチを県内各地で披露しオリンピックへの関心を高めていますこのうち六星高校には今月一日に七尾市内の代替イベントで聖火ランナーを務めた 中野登町のとべ神の小林喜一郎さん、七十四歳が訪れ。バスケットボール部の部員に当地を披露しました。六星高校のバスケットボール部は。二十三人の部員が聖火リレーを応援するため、横断幕を作りましたが。コロナの感染拡大で、リレーは中止になりました。小林さんは部員たちに感謝し。とても嬉しかった。 これからも高校生活を頑張ってほしいと激励しました。一方、内灘町総合グラウンドでは。先月三十一日に金沢市に代替イベントに参加した。津幡中学校三年の一野優人さんが。陸上競技の内灘ジュニアアスリート教室の小学生など。およそ四十人に成果統治を披露しました。陸上部に所属する一野さんは。 トーチを持って走ると、より重みを実感できたと振り返り、オリンピック開催への関心を高めました。金沢市の木々きの小学校で、昨日子どもたちが生産者の出前授業で、カガフトキュウリの特徴を学びました。この出前授業は、JA 金沢市先打ち修出荷場のカガフトキュウリ部会が開きました。 授業では、きびきの小学校の5年生140人が、かがふときゅうり部会が作った動画を鑑賞するなどして、かがふときゅうりの特徴や栽培の工夫について学びました。そして、質疑応答の場面では、子どもたちから、きゅうり作りで大変な作業は何かといった質問が出され、かがふときゅうり部会の中林敬吾部会長は、 水やりの回数や量の調節が大変ですと答えていました宝達清水町はふるさと納税の返礼品に宝達336の特産品として紋米柿を追加しました新たな返礼品になるのは宝達清水町の安島地区で生産された紋米柿で ふるさと納税による1万円以上の寄付が対象になります。14個入りおよそ2.5キロの紋米柿を限定50セット用意し、11月に発送します。吾妻生産組合の組合長で、吾妻区の区長を務める井田昭夫さんは、昔から家の周囲で渋柿を育てていた。 伝統の門米書きを知ってほしいと話しています。以上、北国新聞ニュースをお伝えしました。